初めて買った TOKIO の CD は振られて元気、 V6 は Take Me Higher、 岸です。さあ、というわけでね、つい先日、V6 さんが解散というね発表をいたしましたけれども、やはりね V6 さんもまあもう学生時代から聴いていた世代なので、非常にね残念だなと思う気持ちあるんですけれども、で今月のね3月末で TOKIO のね永瀬さんも退所してしまうということなので、まあそんな中ね、我々とやっぱ同世代だったら一番にやっぱこの気持ちが芽生えてるんじゃないかなっていうのありますけれども、 J フレンズもう一回見たいなと、なんとかなりませんかね。誰に言えばいいんですかねこれ、まあ、おそらくね同じような気持ちの方が多いかと思うんですけれども、そもそも J フレンズの活動期間より後に好きになった方っていうのは J フレンズの活動をあまり知らない方もいるのかなと思いますので、改めておさらいと、まあ、当時ねどういった曲をやってたのかっていうのをちょっと皆さんで、ね、一緒に懐かしがろうかなと、というわけで、本日は J フレンズの奇跡を一緒に皆さんと辿ってみたいと思います。キッシーのハヤチャンネル。さあ、そのJフレンズでございますけれども、一応活動期間は、1997年末から、2002年まで、行っておりました、TOKIO、近畿 V6 の、メンバーが13人で、活動していたという夢のようなユニットです。阪神淡路大震災の、チャリティーを目的として結成されたので、なぜこの97年から2002年だったかというと、まあ、その当時、小学1年生だった子が6年で卒業するまでの間の期間の限定ユニットとして、一応まあ5年から6年の、活動期間を行っていたといったことでございます。なので、まあそのチャリティーがね、目的なので、世界中のアーティストの方とかがこう楽曲を提供してくれたりですとか、でジャニーズカウントダウンライブっていうのもね、今でこそやってますけど、もともとこの J フレンズでカウントダウンをやるってところからやっぱスタートしてますし、いやでもこれさらっと言ってますけど、この3組が1つのユニットになるってやっぱ最初知った時っていうのはめちゃくちゃ衝撃的でしたし、なんでしょう、もう最強のチームができたんじゃないですけど、今の3組がってわけじゃなくて、そのやっぱ当時そのものすごいレギュラー番組とかも体育さん抱えてた3組がやっぱ一緒になったっていうのが、97年末から2002年の終わりぐらいなので、各々の活動で言いますと、 TOKIO はですねジュリアとか、この指止まれとかそのぐらいの曲出しててから、2002年の終わりはディンドン、そのぐらいまでです。で V6 は、97年の終わりなのでジェネレーションギャップぐらいから始まって、で2002年の終わりなんで、Feel Your Breeze ぐらいですかね、そのぐらいまでの期間、キンキさんは愛されるで愛したいから、まあ、ソリチュードぐらいですかね、そのぐらいの期間、皆さん各々のファンはそのように理解してください。 J フレンズは、6作品、世にね送り出したわけなんですけれども、そんな中の1曲目が両 A 面で、明日が聞こえるとチルドレンズホリデーと、明日が聞こえるはね、今はもう後輩の子がジャニーズカウントダウンでね歌ったりもしてるんで、ご存知の方も多くいらっしゃるかなと思うんですけれども、作詞が松井五郎さんで作曲が小田哲郎さんでございます。このコンビあれです、キンキのね、まだ涙にならない悲しみが、最近のね100年後の空には何が見えるんだろうも作った、ペアでございますけれどもね、そしてもう一曲、両 A 面のチルドレンズホリデーに関しましてはマイケル・ジャクソンさんが提供していただいたといったことで、まあ、有名な話ですけど、みんながねキーの高いの頑張ってこうマイケルの方に制作をね送って戻ってきたら、メンバーの声は一切なくなってたというそうなんです。サビのところがだからね、メンバーの声じゃなくて子供の声のみになっているといったような、で当時その両 A 面でこうさらっと出てますけれども、めちゃくちゃ珍しいことで、まだジャニーズの面々も当たり前のようにこう両 A 面をやってない時代だったんで、ブックレットタイプで8センチシングルがね2枚入っていたんです。だから当時の認識では両 A 面っていうのは、あ、こういうことなんだっていうのをね記憶があります。この J フレンズの後に A 面が出たのがキンキさんの全部抱きしめてと青の時代だったんですけど、だからその時全部抱きしめて青の時代も2枚組で、ね、出てくるのかなと思ったら、いやそんなことなく、キンキさんのは1枚だったっていうのもワンセットで僕は覚えてます。で初めて J フレンズがテレビでね歌詞を披露したのでミュージックステーションの、出た時にチルドレンズホリデーを歌ったと。この時だからみんなもう喉がもう叫んじゃないかっていうぐらい高音でね、チルドレンズホリデーをちゃんと歌っておりましたけど、ただミュージックステーションだとこれじゃなくて、その同じ日に少年隊さんが出て湾岸スキーヤーのバックを3組が踊ったっていうのがもうめちゃくちゃビッグニュースになってまして、だって今でも過去の映像を振り返る時とかってそれやっぱ出ますよね。TOKIO近畿 V6 が少年隊のバックで踊ったって相当当時大事件でしたから、
そして2曲目はですね People of the World なんですけれども、これはですねシングルではなくて一応ミニアルバム扱いとして、発売になっております。で1曲目と違って全員にきちんとね、まあ、1ワードずつでもですね必ずソロパートがあったというような、ことなんですけれども、だから J フレンズイコールこの曲っていう風に印象が強い方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。でそんな中ね People of the World だけ VHS ビデオテープがねプロモーションビデオが10万本限定で発売になってたんですよね。これだけ出てたんですよ。つよしくんがね岡田くんに髪の毛を寄せたんで同じパーマの髪型が約2名いるっていう謎のねPV がありましたけれども、でこれもちょっと特殊でして、カップリングに1秒のオセロというね曲が入ってるんですけど、これが TOKIO ムーンバージョン、KinKiKids スターバージョン、V6 サンシャインバージョンというふうに分かれておりまして、これがまたねグループの特徴が出てて面白い試みですよね。同じ曲を3組が違う感じで歌うっていう。ちなみにね TOKIO だけねアルバムにもこのね1秒のオセロがね入ったりしております。そして3作品目は NEXT100YEAR、これボンジョビさんに、提供してもらった曲でございます。ガラッとね印象も変わってバンド体制で、やったんですけれども、この年のね FNS 歌謡祭で13人バンド体制でやったのがめちゃくちゃかっこよかったです。それもうすごいワンセットで僕は覚えてますね。そして初のねカップリング曲もここに入ってくるんですけれども、今にして思うとカップリングの1曲ですらめちゃくちゃ貴重ですよね。そして4作品目は I Will Get There、こちらはですねボーイズ2メンさんのカバー曲として、歌われたわけなんですけれども、まあ、フィル・ラモンという方、僕ちょっと詳しくないですけどフィル・ラモンという方が日本人の初プロデュースを、行ったといったようなチャリティーにいろんな方々がこう協力してくれていたんだなというような。そして5作品目、Always A Song For Love、 こちらもねもともと原曲英語だったんですけど、それを日本語詞に、J フレンズがね、起こしたというようなことでございまして、この試みはですね、最後の6作品目、Love Me All Over でも同じようなことになってるんですけれども、この最後の2曲に関しては共通して言える部分があるんですけれども、大サビの前、1番2番が終わって大サビの前にですね英語の歌詞があるんですけれども、CD で聞くと英語になってる部分っていうのがテレビバージョンとかライブバージョンで聞くとそこ日本語になってるっていう共通点があるんですよ。で、Always の方で言いますとここのパート部分は、元 TOKIO のね山口さんとあとは KinKi のね剛くんが担当してるんですけれども、そして Love Me All Over、 ここちょっとね歌詞誰が歌ってたかちょっとあれなんですけれども、ここの歌詞の部分っていうのをですねちょっと私の方で、書き出しましたので皆様にご覧いただければと思います。どうぞ。Always の方ですね、感想大サビの前が迷わずに歩くのは誰もできないよ、思い続け手をつないで微笑んで、感じるはずさ遠い街のどこかで生まれ出す新しい武器、ちょっと音程定かではないかもしれないですけれども、まあ今みたいな感じで、完全に英語の部分が日本語になっていたというのがね、これなんでなんですかね、ちょっとね謎が残る、現象ではあるんですけれども、あそこもでも当時はねこれテレビでしか聞けないんだっていうねちょっと貴重な感じも受けておりましたけれども、で当時2003年にですね、まあ、G フレンズ活動終了ということで最後にアルバムが出るよっていう告知あったんですけども、あれなんか気づいたらその告知もなくなってて、そう発売もね延期になってしまったんですよね、まあ、仮に今出ても買いますけどねはい。チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。さあ、といったわけでね J フレンズの奇跡を、まあ、当時もねもちろんこのユニットを貴重に感じましたけれども、まあもう結成してくれないんだと思うとよりなんかこう悲しくなりますね。いつかこうやってくれんじゃないかっていう気持ちがずっとあったので、まあ、いろんな人が多方面で言ってますけど、どんな形でも構いません。我々はちょっと最後にね、ユニットが揃うところというのを本当にちょっと見たいなと。緊急告知の緊急配信とかでも構いません。もうなんだったらいくらでも出そうかなって気持ちはありますので、難しいかもしれませんけども、まだ、諦めずにね、
ちょっとどこかでお会いできるのを楽しみにしたいと思います。気持ちは皆さんと一緒です。皆様のね J フレンズに対する思いなんかもぜひコメントとかでいただけると、まあ、僕のところにねコメントしても何もならないかもしれませんけれども、ちょっとでも共有できたらなと思います。では皆様、チャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。